どうもこんにちは、なっちでございます。11月の1日、チャレンジダンジョンレベル9に行きましょう。はい、今回もドロップなしの1回走です。このパターンが一番怖い。何かわからんしね。まあ、最初はドロップがあってもわかんないんですけど、ドロップなしってことはダンジョンキャラではないんですよ。行ってみましょう。怖いなぁ。9が一番怖いんだよなぁ。新キャラですね、シトリーさんですね。おいおい、待て、可愛くしてあげるじゃねえよ。可愛くなってねえよ。ちょ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 んちょ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 ん、待って、独体生だった場所が変えられて、ってか違うな、覚醒無効だからか。死ぬやん。どういうこと？どういうことマジで。これ毒を消さずにばらけさせたらワンチャンあるみたいな。いや、ないな。5秒じゃ無理やな。そういう感じだったらまだ助かったんですけど、5秒でなんとか分割してみます。分割ってか消えないようにしてみます。それがワンチャンだよね。でもな、遅延されてるからな、溜まったとこで感はあるんだよな。一人がなんか毒を消してくれるっていう行動があると信じて、一回毒を離します。離すしかないよね。いや、消える。まあまあ1コンボなら耐えるでしょう。耐えた。何がダメ。やっぱりダメ。やっぱりダメっていうのは受けないとじゃなくて、なんて言うんだろう、その毒を全部消せないとダメなんですかね。頭がおかしいな。遅延耐性ガンブリしたおでドラにウェルドールを詰めてみて、これでおでドラが遅延されなければ解除してからジンを使うっていう手があるんで、それがダメだったらアルテミスじゃちょっと希望がないと思うんだよね。毒を受けてしまうって意味ではね。これを一回実験させてください。はい、これをまず受けます。ワルリになります。遅延は受けてますね。ダメなんだ。いや、回復が高いリーダーでそもそも来なさいってことか。そういうことですかね。4コンボ以上で回復力上がるとはいえ、片側になっちゃってるし、覚醒無効だからね、回復プラスとかも使えないし、しんどいな。いや、お前、木の2コンボかよ。じゃ、こいつありかなと思ったけど、木の2コンボ必要なのか。こいつでちょっと猛毒でね、ちょっと頑張っちゃうっていう手はあったかなと思ったんですけど、一回やってみない？火があればさ、ワンチャンあるよね。こうウォレスで貫通できないかな。相方ディアブロにして 7×6 で広げてさ、毒が多いんだよ。ただ木がないのか。そうか、一回は木を消さないといけないですもんね。ただまあ落ち込んっていう可能性もあるんで、一回消してみて。あ、やばい。よしとりあえず。あ、言うても125倍か。そうか、ウォレスじゃないとそんなに強くないって落ちね。いや、こういう時に木あるんかい。火に染めてきたら木あるんかい。木が残ることもあんのね。いや、にしてもむずいな。結構シビアですからね、これやってること。火を消すことに成功。いけるぞ。運ではいけるぞこれ。ウォレスだけでいけたってことは、ちょっと回復を高めよう。オメガとか入れて回復で、ちょっと相打ちになっては意味がないので、これでも十分回復力はある気がするんですけどね。あとは木が残るかっていうのと、回復しきれるかっていうのと、十字三つ組めるかってとこですね。
はい、気は残りませんでした。こうなってくると落ち込んゲーです。とりあえずね、もう十字は慣れてきた。で、回復も大丈夫そうだ。あなたは少し黙ってて。おい。おい、無理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 。無理だろ、それは。コンボ教室系なのかな？内容的には。あ、この木の量はいいね。この木の量だと1コンボぐらい残ってくれて、そして木を消すことができればって感じじゃない？よし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 。よし。決めないともったいないぞ。行きましょう。まずは十字。十字組んで、はい。火も入ったよ。ぶっ飛ばしてやれ。あれ？あれ？あれ？なんか違った？今組めてなかった、もしかして。そんな、かっこ悪いことした？しょうもないミスをした？これって繋げない方がいいんだよね、多分ね。繋げないというか分割しない方がいいんだよね。死にました。これいったんじゃない？ついに1コンボ組んだよ。さっきのね、さっきのがなんか、組めててダメだったらダメなんだけど、今回も。いけたね。やったね。結局どう攻略すんのが正解なのかわかんねえけど、その正解の道が何かわかんないけど、とりあえず、倒したよ。ありがとな、オレス。これ、アメンとかでもいけるんですかね？そもそも、あいつが7コンボ盤面を作ってるかわかんないですけど。なんか火力的に押せそうなのがこいつしか、とりあえず、まあ、貴族性の時点では思いつかなかった。で、回復力高いパーティーで耐えるのが多分本来そうなのかなって感じはするんだけど、まあ、意外と少ない試行回数でいけましたね。水属性でよかったね。とりあえずね。はい。チャレンジダンジョンレベル9でございました。バイバイ。